オープンワールド RPG 原神公式番組原神キャストゲームでーす。皆さんこんにちは。原神にてヨエミヤを演じております上田かなです。よろしくお願いします。そして私、トーマ役原神ビギナーズ森田正和さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、この番組は原神のキャラクターボイスを務めるキャストが、はい、テーマと旅したり原神にまつわるさまざまなことにチャレンジして原神の楽しさをお届けする番組です。はい、そして今回の原神キャストゲーム部第4回目は前回に引き続き上田かな先生と上田かな先生、もう今回からもう先生と言いますからね。先生と私、もう不定の弟子森田正和がですねお届けしてまいりますんで、第3回を見てないという方はですね、うん、ぜひチェックしてください。僕がどれだけだらしないかということがあります。よろしくお願いします。でも思ったより良かったですよ。そうですか。本当にひどいもんですよ。だから第3回が放送されてから、うんうん、公開されてからファンの方から、うん、ダメダメですねっていうお便りたくさんいただきました。ありがとうございます。褒め言葉です。スタッフさんたちは思ったより大丈夫だったなってみんな思ってるから。いや、そんな甘くないんですよ世の中は。でも今回もだから原神ワールドにしっかりと僕ドハマりしていきたいなと思いますんで、うん、そうです。レベルアップしていきましょう。よろしくお願いします。さあ、前回はですね、はい、トーマとヨイミヤのストーリーのおさらいと、うん、離島から城下町まで行ってみました、うん、どうでした？いやね、とにかく僕のもう印象では、うん、原神ワールドが全部超綺麗っていう。そうなの、すごい綺麗なの。隅から隅まで描かれてて、うん、ものすごい遠くまで見えるという、そうです。ちょっとあれは驚きでした。本当に。だから今回もまたそのゲーム画面、うん、景色が見られるというだろうから ものすごく楽しみにしてます。そう、エリアによってね、はい、全然雰囲気も違ってくるのでね、うん、今日は稲妻の街をねたくさん観光していきたいと思いますの で今日は観光しに来ました。そうなんです、楽しみにしててください。はい、お願いします。それではいよいよ原神の本編の方をプレイしていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。お願いします。この番組はホヨバースの提供でお送りしています。原神キャストゲーム部マルチプレイで稲妻を観光しよう。イエーイ。ゴトゥー原神。ゴトゥー原神。ゴトゥー原神。楽しみにしてたんですよ。まあ、よかったです。はい、まあ、前回は出会いの地の離島から稲妻城まで行きましたけど、まあ、ちょうど今稲妻の城下にいますね。はいはいはい。まあ、今回は稲妻の島々を回っていきたいと思います。島々を。そうなんですよ。稲妻ってたくさん島があって、はい、それぞれ空気が全然違うので面白いと思います。あ、そうですか。はい。そんな遠くまで行っちゃうんですね。行っちゃうの。わかりました。もう人とまるっと行きますから。あ、そうですか。はい。まあ、あらかた僕も操作できるようになったんで大丈夫かと思います。稲妻城から始まって島々を回って、はい、最終的に鳴神大社に帰ってくると思います。それはね、何回も僕セリフで言いました。あ、そうですか。鳴神大社。あ、そうですか。わかりました。そこも後で行きますので、はい、で道中にはですね、いろいろと観光スポットがありますので、うん、景色を楽しんだり戦ったりして稲妻を楽しみ尽くしちゃいましょう。わ、うん、かりました。そして私たちが稲妻の魅力を視聴者さんにお伝えできたら、うん、前回に引き続き記念のプレゼントがあるということです。ちょっと待って先生。はい。前回のプレゼントをもらえる要件は、うん、スムーズにいけたらじゃないですか。いけたらだった。今回は、うん、皆さんにプレゼンができたらっていう。そう、すげーふわっとしてます、ね、あ、でもね、ふわっとしてるんだけどチャレンジしてほしいことがいくつかあるんだって。ああ、そうですか。 そのチャレンジに成功できたら皆さんにプレゼントを差し上げます。なるほどね、はい、そうかそうか。今回ね、結構難しいと思う。あ、そうですか。森田さんができないとクリアできないものが結構ありますね。やめてもらっていいですかね。まあ、私上田かなが観光大使としてサポートしますから。お願いします。一緒に頑張ってプレイしましょう。はい。では早速観光に行ってみましょう。はい。まずここは、ここがこの間の友情は一生分野、稲妻城ですよね。そうなんです。見上げると分かるんですが、こちらが稲妻城ですね。本当だ。そう、右のレバーで、視界が変えられます。まあ、今日もいい天気だ。おい、観光日和だ。で、先生どこ行くんですか？ね、今日は前回城下町を歩いて行ったんですけれども、はい、まずそこをパパッと行ってみましょうか。パパッとね、うん、はいはいはい、
さらっとさらっとね。あ、じゃあちょっとあれですね、飛んでみましょうか。飛び方教えますわ。飛ぶ？飛ぶ。え、飛ぶって？ね、ジャンプじゃなくて？私たちね、羽をね、使って滑空することができるんですよ。え、滑空？いや、ここから落ちると、あんま高いとこから落ちるとキャラクター死んじゃうんで。やめてくださいよ。これから観光しようってんですよ。あ、そうなんですよ。観光するのはこの世界を観光したんです。僕、天国とか地獄とか観光したわけじゃないんですよ。滑空するとね、上からこうね、景色をきれいに楽しめるので、滑空は、はい、この空中でジャンプして、もう一回これです。X ボタン、あ、×ボタン。×ボタンを2回押す。うん、そう。あ、飛んでる先生。飛んでます。あ、飛んだ。そう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 。そうやって滑空して降りていきましょう。はい、スタミナがあって、はい、このスタミナがなくなると落ちちゃいます。スタミナは今横に出てるゲージですよね。そうですそうです。右側に出てる。これがなくなった時に、あんまり高いところにいるとストーンと落ちるので気をつけてください。ね、スタミナ足りないなと思ったらちょっと下押してもう一回押せば大丈夫かな。ああ、なるほど。もう一回、あ、そう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 。これにも一番下まで来ちゃいましたけど。一番下ですね。で、続いていきたいところが、ヨイミヤの伝説任務。まあ伝説任務ってキャラクターの個別のストーリーなんですけど、はい、そのストーリーで花火を打ち上げた場所があるんですよ、はいはい、そこに行きたいと思います。天金島っていうところですね。天金島、はい、じゃあついてきてください。なるほどね。あ、これね、これ原神の世界泳ぐこともできるんですけど、うん、これもねスタミナのバー気をつけないと。あ、これもなんだ。そう、これがなくなったら死んじゃいます。溺れちゃいますね。クロールまでできた。ちょっと登ったりしてみましょうか。ほほほほほ、登ることもできるんですね。できます。山を登る。あ、そうです、上手ですね。これも X ボタンを、あ、×ボタンですね。×ボタンを押すことによってこうやってずり上がることができるんですけど、はい、これをするとね結構スタミナを消費してしまうので注意が必要。やっちゃいましたよ。やっちゃったよね、はい、そうなんです、やっちゃうんです、つい。払いますよ。キツネさんがいますね。かわいい。こういう小動物もいるんですね。あ、います、います。猫ちゃんもいるし、ワンちゃんもいるかな。あら、かわいい。あとね、タヌキちゃんもいますね。タヌキもいる。そう、タヌキは一緒に踊ってくれたりして可愛いですよ。踊ってくれる。踊ってくれる。あ、ここでも一応飛ぶ練習してみましょうか。お、マジですか。はい、上手。上手。嬉しいな、なんか。興味。ねえ、もうこの年になるとそういうことないのよ。だから褒められることないね。ないないない、全然ない。上手なんて言われないもん。あ、ここです、はい、ここが天金島ですね。あ、もう着いたですね。そうなんですよ。ここね、お昼間でも綺麗なんですけど、夜の方が雰囲気あるので、はい、ちょっと時間を変える操作をしてみましょうか。え、何やってるんですか。原神ってそのゲーム内の時間を自由に変えることができます。時を変えられるんですか。そうなんです。で、左、一番左のカメラ、 あ、そうそう、そこの時計マークですね、はい、これ押す、押す。あ、で、夕方にしてみましょう。夕方、これで、これかな。これで今何時？今ね、今15時33分だけど22時14分になります。それでも大丈夫です。じゃあこれぐらいでいいかな。21時ぐらい、OK、いいですか。じゃあこれ押してみますよ。あ、さあ夜になりました。時までも支配できるようになってしまう。そう、夜になるとこうやって電気がつくの。あ、桜も夜桜になりますし、提灯に火が灯りましたね。そうなんです。あとこうやって出店が出ててね。あ、本当だ。雰囲気がいいんですよ。桜もまた夜桜でいいんですね。そうなの、そうなの。ちょっと先生、これ一杯やって帰りませんか。一杯やりましょうか。一杯やりましょう、これ。熱燗一つ。お願いします。だっけー。大吟醸でお願いします。ここちゃんとありますからね。あ、ここに。そう。あ、これがね、私が言ってたね、飯テロされる美味しいご飯。先生のおすすめのお店。そうなの、お団子だったりとか、卵焼きだったり、おにぎりだったり。で、こうやって上がると、向こうに稲妻城見えてきますよ。あ、あそこにいたんだ。そうなんです。結構歩いてきたでしょ。ここが結構ヨイミヤにとって思い入れのある場所で、はい、ヨイミヤのその伝説任務で、主人公と一緒に花火を見上げた場所なんですよ。そうなんです。その時の VTR があるそうなので、はい、ここでぜひ見てみましょう。ぜひぜひどうぞ、はい、うん、これすごい花火です。わ、めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。
ロマンチックですね。ロマンチックなの。まあ、ユイミヤのその伝説任務はプレイしていただけると分かるんですけど、まあ、簡単に言うとこの男の子と、はい、あのお友達の友情物語なんですよ。あ、2人とも志があって別々の道を歩むんですけれども、うん、この最後でこの2人が お互いの思いを胸に旅立っていくっていうシーンですね。なるほどね。その最後の別れのシーンにこの花火が打ち上がるという、お互い違う立場で違う場所で同じ花火を見上げてるっていうシーンなんですよ。ちょっとユイミヤなんかこう顔今笑ってますけど、なんとなく寂しそうな、うん、そうなの。またね、いつもニコニコして元気なユイミヤが、この時だけちょっとねしっとりしてるんですよね。さて、素敵なムービーを見たところで、はい、チャレンジ1です。はい、チャレンジ1は、はい、打ち上げ花火の写真を撮影しようです。写真、そう、原神ってね撮影モードがあるんですよ。え、まあ、簡単に撮ってみますと、はい、この一番上の写真モードにして、写真モード、はい、今出ましたね。あ、これですね、はい、これ写真モードにして、はい、丸ボタンを押すと、はい、撮影ってできます。撮影、これで丸ボタンを押すと、はい、あ、本当だ。そうなんです。うん、こういい絵じゃないですか。そう、いい絵ですね。森田さん、さっと押しただけなのに。いいじゃないですか。で、これを使って打ち上げ花火の写真を撮りたいと思います。はい、打ち上げ花火撮るのは難しいんですよ。難しいんですよ。なので、私が花火を上げますので、はい、森田さんが花火の写真を撮ってください。瞬間を押さえなきゃいけないですよ。そうなんですよ。瞬間を押さえてくださいね。マジで？で、花火がね、真上に上がるから、ここだとちょっと桜の木が入っちゃうかな。これはそうですね。なので移動して、移動する、この辺とかならもしかしたら桜と花火が両方入るかもしれない。ここ、ここ先生どこにいらっしゃる？先生ここあ、後ろね。先生後ろ。ここ？あ、でもここでもいい。こっちの方が開けてるかも。じゃあ、ここ先生、ここで花火あげるから森田くんが写真撮るんやで。そうですか。じゃあ、はい、花火あげますよ、ま、ちょっと待ってください。先生、僕今カメラ出しますから。カメラ出してください、ね。カメラ出しますからね。あ、大丈夫、カメラ出しますから。花火を、ちょっと待ってください。あ、なんか間違えました。はい、これですね。よいしょ、カメラを出します。はいはいはい、いいですか。はい、じゃあ打ち上げます。はい、決定的瞬間まで。花火の上乗ってるんですけど。花火乗ってますね。どうやったのこれ。これねえねえねえ、危ないんだけど。ああ、ちょっとやっても面白いですよ。ええ、上がったけど。先生、僕今ちょっと待って、花火ないんだけど。先生、僕が今打ち上がってるんですよ。ちょっと待って。先生、僕が打ち上がってるんですけど。本当どうなってるの。僕が打ち上がって、面白い状態になってますよ。これ撮っときましょうか、とりあえず。先生、これ僕が打ち上がってます。やばすぎなんだけど、何これ。これちょっと待って、面白い。あ、今降りましたね。終わった。ちょっと先生、今何が起こったの。まさかの事態が起こりましたけど、これも芸神の魅力ですね。そうね、想像もしないことが起こる。じゃあちょっと私離れて花火打ち上げますからね。そうですね、今のダメですよね。ダメだって、チャレンジは。先生、それでこれちょっと時間少し、ま、もう一回ちょっと待って、朝になっちゃったじゃん。そう、暗くしません、やっぱり。暗くしよう、暗くしましょう。時戻しましょう。じゃあ夜にしてもらっていいですか。あ、そうですか、わかりました。いや、驚きました。いや、私も驚いた。こんなことあるんだと。やばいですよ、あの距離で。ゼロ距離で花火発射はまずいですからね。あちちちちってなるからね。やばいですよ。あ、今日はお月様が綺麗な夜ですね。危ない、そんな悠長なこと言ってるわけないですよ。ほな、打ち上げますよ。はい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 、カメラ準備 OK ですか。 OK ですよ、僕は。じゃあ行きます。はい、ほ、配置、打ち上げ準備、点火。どこに上がる。ここや、ここ、この上、この上、この上。打ち上げまであと5秒。ドキドキ。4、3、2、1。何かを忘れているよ。やばい。もう一回、もう一回、まだ上がる、まだ上がる。こうだ。あー、失敗した。これだ。あ、いたじゃん。これだ。あ、いいの、いい感じ。あ、これグッド、グッド。これ、これ、これ撮ってほしい。マジか。いや、これ撮ってほしい。でも今でもまあまあまあ取れましたけど、取れたけど、はい、OK ですか今ので。OK なんですか。じゃあチャレンジ成功でーす。ありがとうございます。いや、綺麗でしたね。綺麗でした。
僕のファーストカットあれですからね、すっごいちっちゃく見切れてましたからね。まあ一応OK ということで。OK で。はい、ありがとうございます。おい、じゃあ続いての犯行場所ですね。はい。神奈塚という場所に行きます。神奈塚。では早速行ってみましょう。はいはい。じゃあね、次ワープを覚えましょうか。ワープ。源泉って歩いていかなくても場所場所にね、はい、ワープすることができます。あ、そうですか。そうなんです。楽できますね。楽なんですよ。なるほど。なので、はい、このマップを出してください。はい、出しました。マップを出して、このね、雫の裏みたいなあるじゃないですか、はいはい、雫型の裏、これとかこれとか、ね、はい、これ全部ワープポイントです。はい、あー、これね、はいはいはい、そうなんです、うん、で、神奈塚は、うん、ここが近いかな。これか。それです、それです。これですね、はい。ここで、まあ、ボスじゃないんですけど敵が出てくるので、はい、その敵を、はい、やっつけると、ええ、チャレンジ成功ということになります。あ、先生、あの僕観光に来たんで戦いはいいんですけど。まあ、せっかくなんでね。あ、そうです。神奈塚も素敵な場所なんで、はい、行ってみましょう。これで、はい、もう僕来たのかな、これ。ワープできてないですね。あ、まだ来てないですか。はい、ワープしますよ。これでここからここでしたね。そこそこそこ、はい、ここでしたね。ここ最近使いすぎちゃってをするんですね。もう15でしかない。バンポイント。いや、わあ、来ました。じゃあ行ってみましょうか。はい、行きますか。はい、あ、飛ぶんですね。飛びますよ。イエーイ、これ飛ぶの楽しいな。楽しいの。あ、楽しい。神奈塚は自然が多いですね。あ、ささよし、着陸。おい、この辺なんですよね。なのでちょっと向こう側かな。水の中ですか。浜辺の真ん中あたりにある、はい、そのモンスターマークですか、はい、そこまで歩くと敵が出てきます。結構大きいじゃないですか。結構大きいですね。結構大きいですね。向こうかな。で、その辺に光ってる素材を取りながら行くと、はいはいね、今後の冒険にはかどりますね。あ、なんか飛んだ。お、これはね、違う敵ですけど、まあ、倒しましょうか、はい、あ、そうですか。すごい。先生はもう遠くから行けるわけですね。そうなんです、はい、弓なので。行きましょうか。行きましょう、はい、これで泳いで行けば行けるかな。クロールもできるんだ。こっちかな。あれ、どこ行った、森田さん。え、僕ですか。僕はここにいるよ。迷子かな。迷子かもしれません。僕このままで行くと。あ、やばい、迷子だ。そこ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 いた。先生。はい。あ、いた。先生、僕死んじゃいますか。いや、これね、私もね、危ないところなんでね、ええ、ちょっと待って、どこが一番近い岸だ。そこかな。これ結構ドキドキしますね。これドキドキするんですよ、ええ、もう多分ね、生き残れると思う。これ危なかった。危ねえ。もうこれでクリアでいいんじゃないですか。いや、ダメです、ダメですよ。ダメですか。倒しに行きますよ、はい、あの辺りですかね。ちょっとまた水か、怖えな。そうなんです、スタミナ注意していきましょう。このスタミナゲージ怖えな、ドキドキするな。さあ、出てくるのでは。来ますか。着いた。お、おや、じゃ誰もいませんよ。あれ、あれ、出てこない。あ、来た。あ、来た。おお、びっくりした。まあ、驚かすな。どういうことだ。結構硬いですよ、このキャラ。スライムなのに。こいつ、この間も倒したの。これね、私、ライデン将軍。はい、出てる。ここより雷なので、雷の人はね、効かないんですよね。なるほど。なので、そこは溺れたさんが頑張ってもろて。僕なんか今全然違うキャラクターに変わってしまいましたね。いや、氷だ。おっと、いいですね。次はトーマくんじゃなくなってます。アールツ、今ね、アヤトさんになってますね。ねえ、アヤトさんもかっこいいですよ。かっこいいですね。アールツをしてください。アールツ、アールツをね。イエーかっこいい。いろいろともらってくる。アヤトさんはね、居合、はい、みたいなんですよ、動きが。なんかね、あの動きがすごくこう優雅、優雅ですね。
いなくなりましたか。そうなんです、これでチャレンジ成功です。イエーイ、おめでとうございます。いいですね、結構強い敵だったんですけど。いきましたね。いきましたね、うん、やっぱ僕の推しのあやとくんですね。あやとくんで、さすが強い、はい、さすがですね。続いて行ってみましょう、はい、続いての島は渡積島です。渡積島、そうなんですよ、はい、渡積島に現れる次はフライムという敵を見つけて倒しましょう。なるほど、先生全然観光してませんよまあこのなんですか、景色見るのが観光ですさあ、もっと神社仏閣とか巡りたい神社仏閣最後に巡りますか。そうですか、はい、本当ですか。それぞれの島の様子見てってくださいね。わかりました。じゃあ渡積島はどこだ。ここが渡積島です。あ、ここですか。そうなんですよ、このワープポイントが一番近いのでここに飛びましょうか、はい、ここに、はい、わかりました。はい、この向こうの小島を目指していきましょうか。なるほど、はい、じゃあ案内します。はい、お願いします。こっちかな、はい。渡積島はね、ボートがあって結構その水上で乗れたりするんですよね、ええ、あ、そうなんですか。はい、なんかこう渡し船みたいのがあるということですか。あ、あ、なんだこれ。あ、これも敵ですか。これ敵ですね。あ、これ敵、え、そうそう、ここかな。これがフライム、これがフライムみたいですか。急ですね。急に出てきましたね。急ですね。いいよ、なんか普通になんか来ました普通に来ましたよ結構な意外と飛んでる敵はあれですね。そうですね、マヤトさんとトーマは難しいのかもしれません。じゃあキャラをね、トーマに変えてみましょうか。どういう風にやるんですか。あれ、トーマ死んでる可能性がありますねちょっと待って、上、十字キーの上を押してもらっていいですか。十字キーの上ですか。あれ、トーマ死んでる。いつ死にました。さあ、多分さっきでしょうね嘘でしょ、嘘、うん、知らない間に死んでるんですけど、雷なので、雷の人はね、効かないんですよね。なるほど。なのでそこは、おもれたさんが頑張ってもろて。僕なんか今、全然違うキャラクターに変わってしまいましたねいや、だってさっき戦いの途中でいきなりアートに変わったんですよ。あ、それ死んだから変わったの、気づかなかったんですけど、僕どこに行っちゃったんだろうと思ったんですよね。やだ、突然の死。ってことは、トーマくんは観光できないということですか。トーマくん、じゃあこれやっつけてから生き返らせましょうか。なるほど、じゃあ、私も寂しいことになってましたからね真面目に戦闘しましょう本当に言ってくださいよ、死んだら死んだって。いや、死んだのかどうかの、いきなり変わった爆発の中で僕は自分を見失ったんですよ見失ったんだ、ええ、大きな爆発があったんです。花火来た、うわー、すごい、これはいけません。なるほど、じゃあ、はい、生き返らせに行きましょう。はい、あ、どこに行くんですか。生き返らせるには、はい、まあ、お料理食べてもいいんですけど、はい、このマップの中のこの、わかりますか、この大きいやつ、これそう、はい、ここに行くと傷を癒したり生き返らせたりすることができます。おう、これね、神様の像、七天神像って言いますね。で、ここによると、はい、トーマ生き返りました。え、そして傷も癒されます。これで、そのこのね、七天神様の加護によって癒されるポイントなんですよね。もう僕癒されてるんですか。もう癒されてます。これで上ボタン、十字キーの上を押すとトーマになれます。帰ってきました。帰ってきました。旅が続ける、観光できますよ。よかったです。じゃあここまで来たので、せっかくだから三五宮行ってみましょうか。三五宮、ちょうどね、隣なんですよ、はい、ここね、また全く空気が違うので、うん、楽しいと思いますよ。なるほど、行きましょうか。はい、ワークポイントもあるんですが、綺麗だから飛んでいきましょう、はい、なるほど、飛んでいくんですね。そうなんです、はい、飛びます。せーの、お、大きな貝殻みたいじゃないですか。あ、本当だ、あ、もうでけ。そう、ここがサンゴの宮です。綺麗な場所ですね。そうなの、へえ、わ、気持ちいいな、これ。僕空飛ぶの好きですよ、これ。結構パラグライダーとかそういうのやってみたいんですよね。あ、パラグライダーいいな、ね、それをこの原神ではこう疑似体験できますか。そうなんで す、 いいです、ね、ここがサンゴの宮になりますね。また全然違いますね。そうなの、うん、サンゴの宮のココミさんというキャラクターが収めている土地になります。ほう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 、空中にね、こうやって光がふわふわ浮いてたりして、
水の泡がね綺麗なんですよね。不思議な場所ですな。そうモチーフがね貝殻みたいなね。いいな。このエリアが近接してるけど全部その特色が全然違うんですね。そうなの。同じ稲妻でも全然雰囲気が違うんですよね。じゃあ最後の場所行ってみましょうか。はい、行きましょう。森田さんが行きたがってた寺社仏閣ですね。出た鳴神大社戻りたいと思います、はい、行きましょう。ではこれは飛んでいきましょう。あ、行きますか。鳴神大社はマップから、はい、はい、右上ですね。稲妻の右の 上今左端にいますけどね。はい、かなり遠いですね。この辺だ。そうです、この左下のピンのところ行きましょう。これかな。はい、はい、ワープです。はい、便利。ここが鳴神大社です。やっと着いた。お参りしましょう。分かりました。何お願いしようかな。普段はねここでおみくじを引けるんですけど、まあ、ソロプレイの時ですね、はい、マルチプレイの時は引けません。なるほど。そして裏に回るとまた象徴的な木が生えてますよ。先生、僕今あのまだ宝くじが当たりますようにっていうお願いはしてなかったんですけど後でゆっくりお願いしてください。あ、そうですか。わかりました。ほら見て桜の木。わ、ここなんかすごい神秘的。そうなんです。狐の形してるんですよ。あの正面のですね。そうなの。幹がねこの狐の形をしていて。なにこれすごい。なぜ狐の形をしているかは、はい、稲妻の物語、そして雷電将軍の物語を、はい、紐解いていくと謎が解けます。ここ最近使いすぎちゃって、ちょっとこれはすごい。もう銃もらしかない。そう、幹の中が光ってる。そうなんです。きてー、なぜ光ってるのかもわかる。わかりますね。知りたいなこれ。知りたいでしょう。まあ、でも観光、せっかくの観光スポットなので、はい、ここでこの桜をバックに記念写真を撮って観光終了にしましょう。それがしたいです。最後のチャレンジです。そうですね。じゃあ次は2人がちゃんと綺麗に収まるように写真撮りましょうか。2人が綺麗に収まりつつこの桜もやっぱ入れたいですよね。そうなんですよ。ですよね、これね。そうですよね。そうするとまずカメラを出しましょうか。カメラを出して、はい、僕趣味カメラなんです。あ、そうなんですね。クラシックカメラなんです。フィルムカメラね。これちょっとデジタルすぎます。そうですね。あ、でせっかくだから私さっき見てたんですけど、はい、こうなんか背中合わせで撮らないですか。あ、いいですね。これなかなか難しいですよ先生。私がなんとか、そうですね、背中合わせにしたいんだけど、今ちょっとなんか面白い感じになってます。先生いなくなっちゃった。頑張れ先生。撮っときますね。今度一緒に、はい、横ずれて、はい、こんな感じどうですか。あ、いいんじゃないですか、はい、はあ、はあ、でもそうなると、あ、そっか、待って、トーマをちょっと待ってね、はい、トーマをメインに撮るとそうなるんだよな。そうです。僕がメインに映りたいんですね。せっかく来たんでね。ってことはちょっと待ってね、はい、そのままいてくださいね。はい、そのままいますね。じゃあ後ろにこう回ると、ちょうどいい時に提灯に火が灯りましたよ先生。これでどうですか。なるほど、こういう風な感じで。あ、そう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 、あ、これいいんじゃないですか。じゃあこれでいきますか。はい、はい、じゃあ撮りますね。あ、動いちゃった、ごめん先生。触っちゃって。先生、よし、じゃあ、あ、これこれだとこうか。近すぎる。いや、こうは？あ、先生、僕自分がバックショットっていうの結構好きですね。僕的にはなんか物語を感じるか、いいですねこれ。あ、先生。ええ、これ先生いきますね。行きましょう。着って言って。あ、ちょっと待ってよ。なんか撮っちゃった。今やったら何か話。こんな感じ。ちょっと待ってね。じゃあ真正面も撮ろうかな。なるほど。はい。こう、あ、これいいな。いいか。これいこう。で、UI 非表示とかにしましょうか。はいはいはい、三角ボタンを押すと、これね、それ綺麗だわ。綺麗。これいきましょう。かっこいい。きた。これはいい写真だわ。これはいい。え、ちょっと戻るにして、はい、目線を入れてみましょうよ、トーマの目線。これちょっと保存しておきますね、一回、ね、保存しておいてください、はい、で、これ戻るします、うん、はい、で、もう一回、三角を押して、はい、次四角ボタンを押して、四角ボタンを押して、で、カメラ目線ができるんですよ。あ、ほんとだ。上から2番目をチェック入れると、はい、これですね、うん、近、はい、そうすると、トーマだけカメラ目線。ほんとだ。今度一緒に美味しいものを食べに行かないか。
俺のおごりだ。いいっすね。いいっすね、これ。いいと思います。これいいっすね。いっぱい撮ってる。これはいいっすね。まあ、デジタルゆえに何回でも撮れますからね。そうなんですよ、デジタルゆえに。いいですな。これでもスクリーンショットであのパソコンというかデータの方に入ってますので、ちょっと先生見てください、これ。なんで、なんで先生が花火、私が花火始めた。これもスナップショットの、これは極みですね。これいや、撮れました、撮れました、チャレンジ成功です、さあ、というわけで、はい、我々は稲妻の魅力をお伝えできたのでしょうか、はい、スタッフさんに確認しましょう。どうでしょう、 OK？ あ、OK！ いただきました。そうでしょうね、そうでしょう。万来の拍手を、頑張りました、万来の拍手を。ありがとう、ありがとう。ということで、はい、見事クリアできましたので、はい、視聴者の皆さんに、はい、我々の直筆のサイン色紙を3名様にプレゼントしたいと思います。すごいですね、これです。これは本当この番組でしかもらえませんからね。そうなの、てか2人がセットになってるのって珍しい、珍しいですよ。これ声優業界の中で考えてもこれかなり珍しい。そう、かなりレア、かなりレアですからす、ね、ぜひゲットしていただきたいと思います。はい、こちらをプレゼントです。応募方法はツイッターの原神公式アカウントのフォローをしてハッシュタグ原神キャストゲーム部を入れて、はい、番組の感想をツイートしてください。はい、よろしくお願いします。当選連絡は DM にて行いますので、DM を受け取れる設定にすることもお忘れなく。そう、それ結構忘れしてるんですよ。そうなんですよ、送れないんですよね、設定してない、はい、ちゃんとやってくださいね。気をつけてくださいね。原神キャストゲーム部。さて森田さん、原神ちゃんとプレイするの初めてだったと思うんですが、どうでしたか？はい、いや、想像していた以上の感動がありましたね。よかったです。でなんかこう原神を俺これからやるのかやらないのかっていうことを考える暇もなく、ずっと原神ワールドで楽しんでいて。で何をやっぱ感動したのは、やっぱその景色の綺麗さだけではなくて、その中でキャラクターたちが本当に滑らかに動いていくっていうのは感動だったし、場所ごとに全然雰囲気も違ってそれもすごく素敵だったし、場所が楽曲も素敵だったし、なんで前回から僕は1000溜まったら原神始めますというふうになってたので、今回私ですね、点数をつけるとすると発表します。はい、998。え？ちょっと待って、2は2足りない。今回ね、はい、第3回と第4回、初心者として来たじゃないですか。来ました、初心者として来て、でかな先生にいろんな教えを受けて非常に楽しかったんですよ、はい、ってことはこれビギナーのポジションの方がいいんじゃねえか。ちょっと待って。それずるい、まあ、確かに原神キャストをゲームやってる人めっちゃ多いから、そう、ここまでビギナー少ない気がする。なかなかないでしょ。ない。そうするとこの番組での立ち位置っていうのも取れるじゃないですか、やだ、もうまた来ようとしてんのね、そういういやらしいことを考え始めたんですよ。なんで、とりあえずだから表向きは僕998にしときます。8ね、本当に心の中で言うと今2389なんですよね。すいません、サブスコアなのに相当面白かったんですけど。表向きには番組的には998にして2% 残しといて、それでこの番組にもう一回来てやろうって。もう本当に兄さんずるいんだけど。すいません、それということでございましてね、はい、ここからは原神からのお知らせでございます。まずは原神グッズ情報です。本日はギーゴセガのお店にて登場している原神の新しいグッズを一部紹介したいというふうに思っております。原神ともぬい、楓原和葉、和葉です、はい、トーマ五郎と、ともぬい、旅人空、旅人ホタル、パイモンが6月より登場していますということで、かわいいですねこれね。そうなの、みんな連れて歩きたいね。ね、これいいです、かわいいです、ぜひゲットしてください、お願いします。はい、はい、そして、原神はですね現在バージョン 2.7 を配信中。原神ってねアップデートもすごく早くて、もういくらやってもやることが尽きないの。楽しみでございます。ぜひバージョン 2.7 配信中ですので、そちらにアップデートしてください。楽しんでください。はい、またこの番組内でプレイしてほしい内容があったら、シャープ原神キャストゲーム部をつけてツイートしてください、はい。次回の番組の予定が決まりましたら、また公式ツイッターなどでお知らせしますので、お楽しみに。はい、じゃあ次回は
誰が来てくれるんでしょうね。誰でしょう、次回も森田さん来ちゃうの、かもしれませんね。多分今日かなり爪痕を残したと思うんですね。今回 3回4回と僕は傷痕になるかなと思ったんですけど、うん、終わってみたら結構な俺は爪痕残してんじゃないかなって、うん、いやこれスタッフの顔を見るとなんかねそんな感じがしてるんですよ。いやらしい顔してる。兄さんバレてる、バレてる。あ、そうそうそう、クリーンで終わって。あ、ごめん、失礼しました。ということでございますので、ぜひ皆さん次回もお楽しみにしていてください。それではさようなら、またねー。